うわあれ傘持ってる？持ってない。ちょっと待って。これすごいね。どうなってんの？本当に感覚でさ、だいたいこの辺って思って運転するしかなくない？そうだよね。皆さんこんにちは、富山のタレント佐田梨沙です。今回ちょっと緊急で今動画を回しています。というのもこの冬10年に一度の大寒波というのが日本列島を覆っているということで、本日1月25日の富山駅を中心とした富山市内の様子を皆さんにお届けしたいと思います。この動画のタイトルは大寒波で帰れなくなりました、ね。実際私も今日午前中ちょっと打ち合わせがあって、午後もし撮影の予定が入ってたんですけど、急遽それがなくなったので、この後ね自分も帰れるかちょっと心配ですし、今この富山がどういう状態なのかっていうのをちょっと見ていただけたらと思います、はい。この時間帯結構なんだろう、大粒の雪だよね。これもさ、ね、富山の人たち見たらわかるけど、なんか積もる雪ってわかるよね、うん。富山県人的な感覚では積雪が多いというよりも本当に氷点下って感じ、気温が低い。今見たらマルートは12時からオープンだ。そうそう、ニュース見てたら小中学校も臨時休校してるみたいで、うん、ただ富山市だけ臨時休校じゃないっていう。できる限りお休みにしてくださいみたいな感じなのかな。あ、そうなんだ。業務に当たる会社の方たちもできる限り短縮してくださいっていうような、なんかそういうお知らせみたいな出てましたけどね、うん。でも割と人は多くない？いや、なんか何でもない感じがするけどねまあ駅の中行ってみますか。うわ、さっきあれ傘持ってる？いや持ってないさっきテレビ局の人もう帰ってっちゃったから。壁も真っ白、吹きつけてるよね。横から来てる感じはあるかも。あ、すごいね、融雪こんな感じなの、うん。市内はさ結構融雪装置ちゃんとしっかりついてるから、何かが止まったりとかいうのは今のところ聞いてない。市街地はやっぱ融雪しっかりしてますからね。うん、駅内は少なくない？学生がいない。あ、そっか、うん。でも別に新幹線止まってるわけじゃないし、ね、金沢も東京行きもちゃんと動いてる。優雅に優雅に帰れなくなった人かもしれない。そうだね。いやでも市電は多分動いてるよね。こんなんじゃ止まんないね。愛の風は今テレビ局でインタビューされたくないから、ね。いやでも地元メディアもやっぱ状況を伝えようと思って来てるよ ね。我々はとりあえず撮ろうみたいな感じなのにニュース見ない人多いから。むしろもう帰ろうとしとったけどねドアなんだね、これ自動じゃないんだ。自動じゃないね。こんな感じか。富山でタクシー使う人あんまいないからね。でもめっちゃ綺麗じゃない、あの融雪すごい、ね、ライトレールの線路がめっちゃ綺麗、うん。今最高気温がマイナス1度で最低がマイナス7かな、うん。だからバリバリなんですよね。なんか固まっちゃっててちょっと氷、うん、だから積雪量というよりは本当に気温の低さ。元気に走ってますね。元気ってどこか分かんない。めっちゃ元気じゃないの。通常通り。お客さんも結構少なめ。学生が使ってないからなんかな、うん。こっちから風吹いてたんだな。こんな分かりやすいのある。これすごい、あ、すごい。凍ってる。凍ってるじゃん。風で吹きつけられてかつ気温が低いとこうなるんだね。すごいね。テレビの報道で思うことがあって、はいはい、リポーターむちゃくちゃいつも雪かぶってるじゃん。わざとなんですか？あれ言われるんですか？いや知らないよやったことないけど。雪降ってない時でもめっちゃ雪かぶってる人いるんですけど、あれわざとですか？演出してるわけじゃないと思うよ。あ、本当に、うん、本当に。でもまあ臨場感は伝わるよね。なるほどね。普通に通常運転。あ、でも計画運休はありますよ。でもこれ24日だね。でも富山の人たちは毎年やっぱこれぐらいの雪の量は降ってるから、うん、構えてた分これぐらいで済んでよかったなって思ってる人多いと思いますよ。これもやってない。あ、これも12時からですね。じゃあマリエ富山も同じ感じですか？家普通でした。積雪自体はあんまり変わんないんですけど、私すごいびっくりしたのがお湯出なかったんですよ朝。普通に蛇口ひねったら水は出るけど、お湯のとこ持ってったら止まるみたいな。だからシャワーも出なくて、うちエコキュートなんですけど、うん、ぬるま湯をかけて温めてじゃないとお湯出ないんですよ。そうなんや。まあ、もっと言ったら山間部の人たちは多分水出ないんですよ。流しとかないといけないんだよね。そう蛇口開けといて常にこう循環させとかないと、溜まってるタンクが凍って水出てこない可能性もあるから、そういう心配みたいなのは今回のこの大寒波で氷点下になった時にそういう影響が出るんだなっていうのは、まあ、10年に一度っていうのはこういうことかって思いましたね。なるほどね、うん。それは10年に一度だよ。じゃあメディアが煽ってたわけじゃないっすよ、まあ、それは10年に一度だよ。そうですね。でもさ、ほら言ってさ、うなずきとか言ってよ。全然やってますよ、うん、特に何も。通常運転、計画運休とかもないね。伊達に富山で営業してきてないねということで、はい、今から帰っても一緒なんでマクドナルド行きたいの。あ、じゃあお昼食べたい。車乗ってさ出れないかもしれないわけでしょ。お腹満たしてから帰りたい、うん。ちょうどねマクドナルドも値上がりして話題になってます、ね。あ、ハンバーガーいくらか知ってます？100円でしょ。100円、1個170円ですよ今。結構
構上がりましたね。すごくない？もしかしたら170円の味になってるかもしれないってことでしょ。あ、そうだ。さあ富山駅前マクドナルドあるじゃん。でロッテリアあったじゃん。マリエ富山バーガーキングできたから3店舗激戦区ですよ。調べてみたら一番最初マックできた時にハンバーガーいくらやったか分かります、うん、知らん。1971年。物価の感覚違いそうだよね。80円です。で一番高い時が1985年で1個230円。え、そんな時代あったんや。逆に一番安いの2002年、1個62円。え、すごくない？安すぎじゃん。都心によって変動がすごいよ。知らんかったんやけど。そうなんや、うん、2022年。130円です。この1年で170円。結構上がったよね。じゃあ食べましょう、はい、朝マックでした。でも私ね、言うてる朝マックの方が好き。この定番もさ、昔すごいいっぱい入っとったイメージあるんです。2セットにつき2枚です。なんかさ、私がマックで働いた時500円マックっていう、マックで働いてたの？そうなんですよ。いろいろバイトしてたから500円でセットが買えたんですよ、うん、ワンコインランチっていうのがあったんだけど、うん、今もうそれもね540円とかになってる。ビッグマック以上に高いハンバーガーが出てるのがびっくり。 S のポテトも190円するんや今。コーヒーもすごいこだわってるらしいよ。 M で180円か。え、そうなんや。上がったね。 S で120円だよ。私朝マックはいつも一択なんですよ。マフィンよりこのグリドルのこの甘いパンケーキ、これがすごい好き、うん、そうなんや。いただきます、うん、ディズニーランドの味がする。そうなんや。知らんけど、俺小学校の頃照り焼きバーガーめっちゃ好きやったけど。照り焼きチキンっていうのもありますよ。そうなんや。今は野菜入ってるやつ食べたくない。野菜って言うのこれ。野菜、トマト野菜じゃん。照り焼きも入ってんじゃん。どうすんの、セット850円とかだったら学生のお助け船じゃなくなっちゃうよね。100円寿司も100円じゃなくなってるでしょ。ダイソーもいつからか200円とか300円の出てきてるしね。 それでも全然安いよ、うん、お値段以上ではあるよ、うん、ニトリ、それはニトリ。ハッシュポテト冷たかったんやけど凍るんかと思った。出来立てでもらったはずなんやけどね。大寒波怖え。チラシにスマイル0円ありましたね、うん、申し訳程度に書きましたって感じや。値上がりもできないんだよね。スマイル値上げし始めたらそれはそれで話題になりそうやけど。でもそう考えるとやっぱ人件費は値上がってないってことだよね。あー、なるほど。スマイル10円とかなんか。スマイルだけでめっちゃ儲かる人に出てくるから。出てくる。スマイル職人出てくる。はい、あ、じゃあどうします。あー、じゃあ帰りましょう。今の雪の感じは多分これ積もらん雪やね。富山市内しか私はいないから知らないけど、他の市ってどんな感じなんやろね。これはなんか融雪装置ついてなくても一応溶けてるって感じ。本当やね。ね。でもこの水の感じは融雪出てる雪じゃない。あ、この人も歩道歩けなくて車道歩いてる。ごめんね。新しい商業施設ホールもできるけど、2024年、来年の3月や。あ、これ怖いな。変な形で固まっちゃってる雪が一番怖い。いや、そう。バンパーの下とかにつららがみんなできてるから、この感じは最近ではちょっと珍しいかもしれない。皆さん、これがわだちですよ。わだち越え、天城越えみたいな感じですね。これがわだちっていうの？両サイド。あ、両サイドの両サイドへこみをわだちっていう、うん、ここら辺は全然ないね。すごいね。でもさ、これ真ん中に融雪装置ないやん。床段じゃない？うわー、ここやべえ。薄いやん。あいやーみたいな、ね、薄いやん。標識というか、あこれ一個一個取るわけでもいかんしね。誰も歩いてないじゃん、ここ近接じゃん。静か。雪がさ、音吸収してんのっていうぐらい静かじゃない？そうらしい。やっぱそうだよね。そうそう。ちょっと待って。え今生えてます。え、どういうこと？こんなんなる？あれだって、ゴミ落ちるとこだよね。そう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 。これはすごい。これすごい。え、マジ？ちょっと怖い。え、中にチェーン生まれとって。ほんまや、すごい。ちょっとアートじゃん。あ、そこもや、そこもや。おー、すごい。え、すごい。大寒波や、これ。これマジで大寒波。これはすごいね。どんだけ寒かったかっていうのがわかるね。カーブミラーがあの状態はちょっと危ないね。わかんないよね。いつも以上にやっぱり運転を気をつけないと。見て、この横のさ、葉っぱ。え、葉っぱやすごい。葉っぱたちにつららが。これ初めて見る。信号機もまあギリわかるといえばわかるけど、かろうじて、かろうじてだよね。縦型の信号機がもうああなってしまったら終わりよね。草につらら生えるってどういう状況？ロシアですか？海外。この道路はね、2021年の大寒波の時もすごい混んでたもん。まあ駅前はね、言うて融雪されてると思うけど、駅前からちょっと出た時に帰れるのかどうか、そう、ね、めっちゃ渋滞起こってるかもしれない。白線がちょっともう見えなくなっちゃったよね、うん、感覚で行くしかないわ。電話ボックスもちょっと積もってる。さすがこの通りは雪ないね。どこまで見えます？ 50m 先までは見えるか。自転車、あーやばい。自転車、これはやばい。自転車
たちがなんかもうアートみたいになってた。城址公園の周辺はやっぱ融雪あるんやねん。これはすごいわ。歩道の横に41号線もめちゃくちゃ綺麗。中央分離帯にさ融雪があるだけでこんなに道路綺麗な。やばいやばい。タイトル回収できない今んとこスイスイいけちゃってる、うん、つららえぐい。つららすごいね。すごい。素通りできないこれは。あれはやばいよね。これすごいね。どうなってんのこれ。つららで、ね、すごい。なんでこんなつららになるかね。一本一本がめっちゃ濃いの。そこもすごいよ。凍ってんの。これやばい。鋭利。やば。狂気。これがもう全部の植物に。富山の道路が優秀なんじゃない。でも一歩間違えればこれが凍って危なさそうだよ ね。遮断機がちょっともうすでに硬がってる重みでね。さっき違う歩道橋は通行止めになってたね。階段で滑ったら大変なんだよ。危ないよ。道路工事もちゃんとやってるわ。やってますね。ただね富山市内はね常願寺川を越えた跡が結構違うから、ね、そうなの。反射鏡たちに帽子かぶっとるみたいな、ねね、そうだね。傘地蔵みたいな、ね、かわいい。あーやっぱ一本中入ると真っ白だわマジで。うわすごい。つらら、つららすごい。うわーすごい。真っ白。これはすごい。いやこのつららのこの壁ずっとここすごいね。風がそうやって吹き込んだんだ。斜めつららやん。だけど車道は全然平気。雪捨て場がある。雪捨て場怖い。雪捨て場。あーなるほど。あー こういうことか。とちょっともうやっぱ一本横行ったらこういう感じだ。止まれる。うわーすごい。白銀の世界だね、うん、あ見て太陽が。ほんと一応いるんだね。みんなが住んでる家の前の道はこれやと思うよ、うん、本当に感覚でさ大体この辺って思って運転するしかなくない。そうだよね。ちょうど去年の今頃 TikTok のショートここで、あー撮ってた ね。この標識がわからんっていうやつ。何の注意をすればいいんでしょうか私たちは。多分形的止まれ逆三角形だから多分除雪車通った後の雪やね。危ないけどスノータイヤだったら走れないことはない、うん、もうこれだって30センチぐらい積もっとるん。あ本当だ。まあでも10年に一度の大寒波っていうだけあって氷点下ってこういうことかって思った。わりかし市内の道路は普段からこれぐらい降ってるので道路はまだ運転しやすい。私も明日仕事なんですけどくれぐれも安全運転で早めの行動を心がけてください。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタンチャンネル登録もお願いします。それでは皆さんお気をつけていってらっしゃい。ークマネワンホダショースホダショー三四わらび五になり揺れて揺れて揺れるイカの気持ち楽しいだけど楽してないし I hate you but you I love you 不良依頼はお断りか。